我が故郷福島会津太郎こんなに爽やかにこんなに輝いているのに福島の田んぼが本当に汚れてしまったのか子供たちがガラスバッジを胸にぶら下げながら芝生の公園で私と鬼ごっこ体についた セシウムまで知らず知らずなめてしまう福島の猫。避難しろと言われても自分の老後自分の村で平和に暮らしたい福島の老人。村という自分の大地に深く深く根を下ろしている福島の老人。無味無臭のセシウムが静かに存在する。 細胞の奥の闇の世界「原発さえなければ」と黒板に書き残し作業小屋で亡くなられた福島の酪農家去年54歳「返せ返せ福島を返せ子供たちが外で遊べるような普通の町福島を返せ」 米も野菜も桃も梨もそして猫も人間もみんなみんな復活しようよ。大きな大きな滝桜みんなでようまあるくまあるく囲んでようにぎやかな花見またやんべえよう。